こんにちは、サイズです、今日もここ、栃木県宇都宮市アメカジの聖地フッパー宇都宮店さんよりサイズ TV をお届けします。サイズ TV、 はい、店長の木さんです。はい、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。お願いします。木さん、あれね、ここのとこだいぶ大物が続いてるじゃないですか。いやー、もうね、大量ですよね。大量本当に 最終回近いんじゃないかな。いや最終回は、まあ、まだね、まだまだやりましょうよ。せっかくだから、はい、そうだね、はい、なんでね、はい、もう本当に毎回毎回言ってるんだけど、はい、あの待望の、あ、待望の、待望の、なんか3回目5回目もう結構ずっと言ってますけど、まあ、でも、まあ、でもね、実は事実ですから、はい、事実待望なんで、そうなんです、そうなんですよ。もう言わざるを得ない、はいはい、あれをそうね、待ってましたからね。やるしかないでしょう。そうですね、やるしかないですね。はい、はい、やりましょう。じゃあお願いします。はい、お願いします。こちらですなんかテンションがおかしい。奥さん、こちらです。こちらです。そうです、こちらの商品、はい、こちらの商品です、はい、テレビショッピングです、はい、いやでももうね、はい、これですよ。やっぱやりましたから、はい、上を、はい、やってたのね、はい、ってことで、はい、対戦のパンツです。パンツ、はい、S601XX フリーファイラーズ。はい、フリーファイラーズです。対戦です。いやー、もう対戦です。もうね、もう来たね。はい、もう言うことない、ね、はい、じゃあそういうわけでね、いやいやいや、言いましょう言いましょう言いましょう、はい、まあ、先にやった、G ジャン S506XX の次になるパンツになります。4445モデルってやつですね、はい、いわゆる対戦中期モデルで、もう、本当に生地も、先ほどの G ジャン、この間の G ジャンと同じです。これですね。そうです、これです。巻き込んでいくとこうなりますよっていう、要はその対戦なので、対戦中に作られていたちょっと温室の高い、まあ、色の濃い、はい、縦感の強い、まあ、結構なんだろうな、個性の強い生地になりますね、はい、それをまあそのまま再現して作ってますと、はい、で一応ステッチも上もそうですけど下も全部オールイエローです、ね、はい。で、まあ、このモデルに関しては、後ろ、まあ、もちろん本物もそうですけど、なんだろうな、昔から結構レプリカ系でもそうなんですけど、まあ、アーケードの問題って結構あったじゃないですか、はいはい、まあ、そのリーバイスでもやっぱりね、レプリカしてるこれあった方がいいよみたいな、ただやっぱ問題になるからみたいな、はい、ただ対戦ってやっぱり当時ここがペンキステッチだったん で、はい、結局やっぱりヴィンテージなんかでもほぼほぼ見えない、消えてるモデルが多いから、はい、当時から結局対戦モデルってこれ入れなくてもなんかオリジナルっぽくていいよねみたいなニュアンスがあったんですよ。まあ結局なので対戦モデル、これももちろんそれに習って、まあ、何も入ってませんけど、逆に言うと、まあ、そのオリジナルでもこういう雰囲気なんで、結構そういう風の、なんだろうかな、感じに近く履けるかなとは思います。で、細かいことを言っていくと、ここですね、フロントのここです。まあ普通はここにリベットがついてますけど、やっぱり物資統制してますんで、リベットも廃止して省略されてます、はい、作ってますんで、うん、そういったところもちゃんとやってますよ、はい、でポケットじゃなくて、ボタンですね、はい、ボタンの方も G ジャンと一緒です。一応このドーナツボタン、月桂樹の汎用品がついてます、はい、まあ、全部で、こっちは刻印なしのもう本当にシンプルなボタンがついてますね、はい、で、ここいろいろありますけど、ここの部分ですね、うん、今回のこの対戦モデルはヘリンボーンの生地になります。やっぱね、一番これのイメージが強い。ああ、うん、でも人によって結構寝るシャツの生地っていう人もいるじゃないですか、はいはい、そうだから、まあ結局要はなんでこうなってるかって、本来はあの皆さんお手持ちのジーパン見ると分かりますけど、はい、スレーキって言ってあの白の白、はい、生地がこうついてるんです。こういう、あ、そうそうそう、こういうのですね、こういうのがついてるんですけど、はい、これを使うのがもったいないから残布で作るんです。要は残り生地で作るんで、はい、まあ、ミリタリーでも使ってたヘリンボーンだったりとか、寝るシャツも要は歯切れじゃないですけど、そういうのを使ってポケット材として使ってた、はいはい、だから当時期ヴィンテージはいっぱいいろんなのがあると、はいはい、だからどれも正解みたいなところがあるんですけど、今回の、ね、あとフリーファイアさんのやつはヘリンボーンの生地になってます、はいはい、まあ、あとはね、こういう後ろのボタンのこういうなんか鉄のこういうドーム状の形とか、はいはい、こういったところもね、よく見てもらうと実はすごいいいんです。このバックポケットのリベットもね、ドームで違うんですよね。そうなんですよ、はい、ここもね、時代解釈で結構いろいろあるんですけどね、まあ、一応フリーファイアさんのやつはこういう風になってますと。で、まあ、あと本当細かいこと言うと、例えばこの対戦のベルトループってちょっと広くて薄いんですよね、はいはいはい、まあ、それもちゃんとなってます。ちょっと広めのものになってますね。ポケットの形ははちょっとデカめかな。デカめ、はい、まあ、そこまでそんな極端にいびつとかにはしてないないですね、ウェアハウスが好きな人とかだと、はい、ウェアハウスの対戦もって今まで過去いっぱいいろんなのやってきて、僕もそれであのウェアハウスの展示会でオリジナルとか見させてもらってるんですけど、はい、例えばね、やっぱりこう
どっちも同じ形のポケット、あのリヴァイスさんって右と左でポケットの形若干違うんですけど、はいはい、これを間違って右に右がついてて左にも右がついてるっていうやつがあったりとか、あ、はいはいはい、まあ、いびつな形になっちゃってるやつがあったりとか、いろんなのがあるんですけど、一応その辺はこううまくまとめてるのがフリーフランスさんのやつになりますね、はい、その辺もね、まあ、よく作られてるなっていうですね、はい、大木さん、あのここ、はい、まあ、特徴の一つじゃないですか。はいはいはい。ポリベットっていらないもんね。そうですね。なんかさ、ポケット入れるときにさ、ちょっと当たる？する、吸ったりとかして、ちょっと痛い。イラッとするときが。イラッとまあでも、正直、ね、なくてもいいと思うんですけど、はい、結構ずっと履いてる人のやつ、僕らもやっぱり見ていくと、はい、結構この辺ステッチ切れてきても、やっぱりリベットがあるから、うん、外れないっていうのも一つ、はいはい、ただ、リベットがあるから直しづらいと思いますよね。ああ、なるほど。そうです、はい、まあ、難しいところですけど、はい、まあ、なくてもね、別に正直問題ないじゃないんですけどね。まあ、使いやすいような気はするんですよ。まあ、あの、手に当たらないから、はい、ただ、その辺は確かにあるかもしれない。はい、まあ、ぶっちゃけこのポケット自体いらないからほらそれはあれですよ、まあね、あのコインポケットという名前の、はい、まあ、チップを入れたりとか昔ありましたけど、そうそうそう、なんか、はい、iPod シャッフルかなんか出た時にほら言ってたじゃないですか、スティーブ・ジョブズかなんか、ね、ここにはこれを入れるんだみたいな、あの人が一番かっこよく使ったね、そうそうそう、だからやっぱりそれぐらいなくちゃいけないんですよ、これはジーパンとしては、まあね、そう、パイポケットだからね、そう、これならだと4ポケットになっちゃう歴史が変わっちゃいますから、そうなんですよね、そうです、一応大事なディテールの一つ、そう、あと前回 G ジャンでは見せられなかったというか見せなかった耳ですね、耳とかもちゃんと一応こう見せてもらうと、はい、こうピンク耳、あ、ピンクなんですね、ですね、ちょっとピンとこう、こういうセルビッチって言われるやつですけど、まあ、対戦のやつってね、こうちょっとここが浅いピンクのやつが、あ、そうなんですね、はい、あるんですよね、それでこれはピンク耳になってます、いや、裏地やばいっすね、裏地やばいでしょさあ、ほんと、もうそこなんですけどね、G ジャンでも言いましたけど、はい、こういうね、こういうとこですよ、皆さんダメですよ、あのいろんなお店行って逆さまにしてたら本当あのこの人危ないなってなっちゃうから、いや、ちょっとこっそり見てください、こっそり見ると、まあこれワンウォッシュでもノンウォッシュでも、はい、いろいろ見ていくと結構わかります、うん、で、まあ、これなんかはやっぱり縦感の強い船がしっかりもうこの段階で見えます、そうですね、はい、こういったところもよく見てもらえるといいと思います、ワンウォッシュですもんね、これはね、これはワンウォッシュになります、はい、ね、本当にだからスタンダードにシンプルなんですけど、やっぱりそれでもこれだけかっこいい雰囲気とオーラを持ってるっていうのは、まあ、すごいアイテムです、いいのよこれこう前回からですけど、こう個人的感情移入がでかいですよ、じゃあ俺のチャンネルの出た出た、まあそうですけどね、私が好きなもの紹介、ね、そう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 ですよね、サイズ TV ですからね、そうそう、嫌いなもの紹介してもしょうがないですからね、はい、大丈夫です、まあまあでもね、やっぱそれぐらいこう一人の男をね、こう魅了させてしまうだけのモデルですから。いいよね、そうですね。そう、あのもうこのちょうどタイミングよくさ、はい、上が入手できたわけじゃないですか。はいはいはい。でも あるんですよ、私のサイズがね。そうなんですよ。はい、残念ながら。あるね。もうこれはね、セットアップで揃えざるを得ないです。そうなんです。でもね、本当にこれタイミング逃しちゃうと買えないんですよ。本当に。だからさ、上だけあって下って言うとさ、なんかちょっと。一緒に買いたいよね、そうそうそう、やっぱこう同じく誕生させたいじゃないですか、やっぱスタートはね、そうそう、まあどうしてもこう変な話、ジーパンの方が絶対的に落ちは早いんですよ、履くタイミングもでかいんで、はい、ただやっぱりね、あの生まれ年違うのはちょっとねってなってくるんで、でしたらね、やっぱこうしっかり揃えていただいた方がまあいいですよと僕らも言います、まあサイズさんはね、今回本当タイミングよく、タイミング、はい、両方ともサイズがあるっていうね、もう本当もうやばいです、はいで、まあちょっとね、この後ちょっと履いた感じを見てもらおうと思うんですけど、はい、まあ34か、はい、36か、もう今ね、ガチで悩んでます。もう朝からずっと悩んでます、ね。はい。まあまあそこもあれですね。じゃあ見ていただいてね。そうですね。そうですね。はい。はい、じゃあちょっとサイズ感も見ていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サイズ TV。はい。30…4を履きました。はい。ジャストサイズですね。ジャストだよね。はい。はい、いい感じ。いいですね。まあ太さもね、これだとここまで極端に太くもならないし、はい、まあただやっぱりね、対戦らしいこうちょっと余裕のある感じはもちろん出てますからね。はい。これちなみにレングス32って書いてありますけど、はいはいはい。長いですね、ちょっと。そうですね。はい、32だったら多分サイズさんにワンロールはないはずですよ、ね。ないはずなんですよ。レングスはね、結構あの、はい、諸説あるんですけど、
いろいろあるんですけど、はい、なんか多分ね32ではないと思います。はい、まあ、もちろんあの捧げもできますから。そうそうそう、はい、そう、腰回りとかもね、やっぱり34ジャストサイズで履いていただけると、そんなにこう大きくならないんですよね。はい、なので結構本当にスッキリとした履き方ができると思います。うん、でこの体勢モデルって割とこう腰回り自体は結構膨らみを持っているので、はいはい、まあ、サイズを落としてもらっても履きづらくない形にはなってるんですよ。うん、そうなの、これ生地がめっちゃ柔らかいから、うん、全然きつくても大丈夫なんです。そう、はい、本当そうで、意外と、ね、本当緩やかに多分なんですけど、ちょっとテーパーが少しだけかかるんですよね。だから、はいはい、対戦って結構お母さんのやつを履くと分かるんですけど、かなりこうパイプドッズドンっていうストレートのものが多いんですけど、これに関してはややね、こう立体感を持って、うん、この形自体が馴染みやすいというか、はい、か変にこう太くなりすぎないっていうバランスで履けるの で、うん、だからね、この緩さもね、また雰囲気なんですよね。はい、じゃあ続いて36を、はい、履きます。はい、はい、続いて36、はい、履きました。個人的には僕これ好きですね。僕本当個人的なんですけどね、はいはいはい、やっぱりちょっと対戦モデルなんで、ちょっとオーバーサイズで履くっていうこのテイプ、ダバタリなんかも結構ゆとりが出るけど、はい、まあ今こう画面でも多分お分かりいただけると思うんですけど、まあちょっとこう下に行くとね、すぼまるんですよ。そうですよね。だからその、あの、なんだろうな、ドレープ感というか、そのバルじゃないですけど、ワイド感とそのツッキリさっていうのがサイズアップすることによって余計分かりやすいっていうのもあるので、ね、そうなんですよ。でもどっちもいいんですよ、ね、だから本当にね、さっきから言ってますけど、マジで悩むんですよね、これは。マジ悩むよ。もう目つぶって撮るか。もう本当ね、そのぐらいの勢いですよね、はい、もうどっちでもいいやみたいなところになっちゃうんですよね。そう、だから本当ね、見てらっしゃる方も本当履くと同じ悩みになると思います。そうですね、そうなんです、どっちかなみたいな、はい、これはもう本当永遠の悩みです。ですね、はい、やっぱりね、なんか自分が持ってるのが比較的こう、はい、ジャストサイズが多いんで、はいはい、これもありかなってちょっと思い始めてきたな。でも本当にその手持ちのね、やっぱりこうパンツと比べた時に、同じ個性で履くのももちろんいいんですけど、ちょっとあえて個性をずらすのも、まあ、正直言うとやっぱりそのバリエーション的に考えればまあ大いにありですよね。ただやっぱりその自分のスタイルっていうのもあるんで、そう、ね、そのスタイルを通すのか、はい、あえて新しい風を入れていくのか、うん、まあ、そこも、まあ、サイズによって変わってくるかな、はい、重要な選ぶポイントになるかなと思います。ですね、はい、じゃあこの後沖さんとあと3日ぐらい話し合って決めたいと思いますので。帰ろ。3日は長いっす。3日ぐらい、そのぐらいの問題ですよね。まあまあ そ,、ね、はい、そのぐらい一大事ですから。はい、まあでも本当そうなんですけどね。だからもうあとはもう僕もお店でも言いますけども、あとはもうインスピレーションですから。そうっす、もうファーストインプレッション大事です。先には決めたんだな。投げやり。でも本当、まあ、正直売り手側としては正直どちらを履いても間違いないです。はい、そうですよね、はい。どっちもかっこいい。はい。わかりました。じゃあこの後ちょっと考えて、はい、どちらにするか決定しますんで。夜よろしくお願いします。夜になる前に。夜にならない。はい、わかりました。はい、お願いします。お願いします。サイズ TV。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、私ですね、36に決定しました。お、ありがとうございます。はい、もう上もね、上もでかかったです。セットアップで。セットアップで。やっぱね、いいですよね。雰囲気もいいし、はい、余裕なんだろう、この太さのバランスもかっこいいですね。はい。いいなぁ。あれ？え？あれ？店長？いやー、沖店長？すいません。はい、ちょっと3、4でかいかなと思ってたんですけどね。はい、サイズさんにそそのかされて履いてみたら意外と良かった。そう、やっぱちょっと太さ出して履くのも全然ありかなっていうところですよね。沖さんはあれ、32が余ったら買おうと思ってたのね。そうです、そうです、はい。毎年そうやって言ってて、はい、余らずに毎年買えないんですよ。そう、ね。そう、はい。だから本当に、ああ、今年もダメだなって思ってたんですけど、はい、あれ、これワンチャン3、4じゃねえかっていう疑惑が出てきましたね。はい、やっぱいいですね、履くとこの、はい、なんだろう、ザラ感もいいし、ね。ね。やっぱあとフレッシュデニムって気持ちいいですね。気持ちいいよ。うん。はい、いいな、この感じ。いや、いいわ。いいな、すごい。もう画像的には、もう、兄弟みたいな。やばいっすね、これ。すごいっすね。なんだろうね、対戦ブラザーズみたいになったんですけど。でもまあまあ、やっぱ対戦は、いいっすね。はい、うん、ちなみに、裾なんですけど、はい。
まあ、しばらく適当にあのこのままロールアップして飽きたら大きさに進む。ああ、大丈夫です。あのちゃんとチェーン設置です。はい、やりますね、はいはい。とりあえずは、まあ、ワンロールかツーロールぐらいして。そうですね。まあ、やっぱりだから、その辺もなんかハイテクにきっと多分変わってきますからね。こういうふうに履きたいなっていうのが出てきてからでも全然できますんで。はい。はい。そんな感じね。はい。じゃあ、奥さん、あれですよ。あの、ついにアメカジが完成しましたんで。はい。はい。あの、今回持ちましてね。締め終わり。いやいやいや、まだまだこれから来ますから。もうあれか。最後、これから始まりか。ここがそうっすよ。スタート。スタートです。はい、ここ入り口ですから。そうですね。そう。ここからもっと深淵を覗くためにはね、はい、まだまだ深く送っていかなきゃいけないんで。次回からサイズ TV セカンドシーズンということで。いや、ファーストシーズンはここで終わらないですね。すごいな。これで締まるんだ。締まるでしょ、これ、ね。まあ、縛りますけどね。縛りますけど、ほら、はい、続けましょう。まだだってほら、まだ10月ですから。そうだね。そう。11、12とまだね。まだあるから、ね。そうそう。まだまだ言いたいものいっぱいあるんで。わかりました。はい。じゃあね、こちら購入して、はい。ガンガン来て、はい。このままね、次の撮影もこれ来てやりますのでね。予告。予告ですね。予告。はい。まあでもいいと思います。本当にそのぐらいたくさん来てあげてください。はい。じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お会いしましょう。さよなら。What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the